先日はコメントの部分が取れてなくてすいませんでした。原田さんのせいです。原田さんのせいです。完全にそうです。ズームのせいです。ズームのせい。じゃあもっと一個たどると、外に出るのめんどくさかったこいつのせいです。雨降ってたら行かないですとか言ってたこいつのせいです。で、ズームになったことによってこういうことになっちゃいましたけれども、ちょっとね、改めてコメント読んでいきたいと思います。ちょっと待って、探すから。結局全部あれだったんですか。途中からってことですよね。え、全部コメント入ってなかったんですか、うん、あ、そうなんだ。いや、お前見てないよ。見てたらわかるだろ。あ、忘れてました。ちょっと忘れてました。記憶がちょっと探してる間、眉毛だけちょっと見せてもらって。いや、今日めっちゃ失敗してるんですよ。変ですよね。なんかめっちゃ広範囲に生えてくるから難しくなってきました、書くの。というわけでコメント6件いただいておりました。ありがとうございました。ありがとうございます。単独終わりの回なんでね、たくさんいただいておりました、はい。なおなおさん、単独ライブ終わりの収録で興奮が伝わりますね。お疲れ様でした。ネタもコーナーも全部面白かったです。今度は熱演で見応えあったし、オープニング V やマクマ V もかっこよかったし、めちゃくちゃ楽しめました。ありがとうございます。それから澤さんの大喜利採用おめでとうございます。ありがとうございます。大平洋もリアルタイムで聞いていたので、あの時のだと思って私も一緒に興奮しました。出演している番組やネギラジネギ盛りチャンネルと連動した企画などリスナーだったらより一層楽しめると思うので、これからもやってほしいかも。次回の単独ライブも期待します。まずは澤さんの眉毛の成長と松尾さんの勝負パンツが修復されることを祈ってますね、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあとりあえずね、パンツの状態だけ、見せておきましょう。いや、いいって。ね、今日それは、一応まだこんな感じです。縫ってないと、もうね、スリットというかっていう状態になってきた。そのチャイナスリットのつもりだったけど、もう斜めに裂け出して なんかわけわかんない状態これっていう状態でね、まだ全然履いてます。反対も切った方がいいって、それも反対も切った方がいい。その眉毛みたいな感覚ないやろ別に。ということで、コメントありがとうございます。千尋さん、単独お疲れ様でした。今回見に行けなかったけど、澤さんの眉毛をツイッターで見てよくわかんないけど笑いました。あ、ファビュラスゲストはだいぶ見たいです。おお、どうなるやろうね。どうなんでしょう。続きまして綾野さんかな。22分12秒のとこにタイムスタンプ書いてくれてて、はい。パスタとパスタさんについて語るカーネギーさんと、ね、はいはい、教えてくれてますね。ありがとうございます。パスパスファンに向けたあれですね。ああ、パスパスファンは今勢いありますからね。パスパスファンが勢いあるの。いけ応援する勢いがパスパスファン勢いわかるやろ、大体日本代表みたいなどう熱気が上がってる。パスパスもう前が勢いありますからねってことですね。どういうこと。出会い橋から飛び込んだりしてると思う。パスパスファンが道頓堀みたいにパスパスみたいな。違う、パスパスが勢いありますからやっぱファンの方もいっぱい大勢いらっしゃってってことね。はい、だからパスパスもね、読まないかんねという話。あれって前回どこに入ってたんでしたっけ。パスパスの話してんのって前回のリモートの時って、コメントの部分で話してた。あー、なるほど。じゃああれ抜けてんのか。え、何の話。いやいや、真鍋が童貞だっていう話についてちょっと熱く語ったやん。あ、そうっけ。お前、喋ったことすら覚えてない。で、お前がとある場所に真鍋を連れて行ったという話もしてたやん。あはははは、明日しました。あれの話とかはちょっとまあ今度じゃあ呼んでちゃんと話すか。うん、パスパスは来てくれるやろ。続きましてポムタさん、単独お疲れ様でした。とても面白かったです。深谷ゲームのあのリズムが頭から離れません。ネタももちろん良かったんですが、選曲が本当に良かったです。今回配信ないのが少し残念でしたが、次回はあるようなので劇場と配信両方見ようと思います。てか、パスタとパスタ真鍋さん童貞なの信じられないです。あ、そう、このコメントによって始まったよ。そうそうそう、この会話がね。そうなんよ、まだ全然童貞ですから。めちゃくちゃ童貞なんですよね。いや、分からん、終わってるかもしれん。いやー、この期間で興ざめないやけど、そしたらいじられたくないから大急ぎでと。そんなやつじゃないよ、あいつは。本当にこう添い遂げようと、こうそういう気持ちだから童貞なんでしょ。そりゃそうですよ、絶対に。選曲に関してはね、お褒めいただくんですけれども、まあ次回から配信ありになっちゃうから、もう選曲できなくなっちゃいますね。客入れの時とかまずセーフってことかな。ああ、客入れだけやね、ほんとに。うん、いやでも客入れもちょっとかぶるよ多分配信に。そうっけ。あ、だから多分フリーにした方が無難やと思う。だってもう上で音響のトモさんが頭抱えてたもん。へえ。8組全部配信あるでしょ、うん、だからもう全部音がもう
フリー音源になるわけやん。まあしゃあない、全部の単独同じ音になっちゃうみたいな。ああ、でも俺は一つ今考えはありますけどね。お、そう、はい、何、次回のタイトルに沿った。何それ。いや、それはもう来てもらってからの楽しみですよ。採用されてたなの話ですその作戦が続きまして、アーメンさん、お疲れ様です。単独始めていったのですが、めちゃくちゃ面白かったです。後列に座っていたのですが、目の前の挨拶しまくって、あ、なるほど、後席に座っていたのですが、目の前で挨拶しまくってる集団がいたので何事かと思ったのですが、一族だったんですね。あ、そう、なんというか、いい光景でした。次回も単独いけるように頑張ります。頑張ってください。僕らも単独頑張りますんで。やっぱ単独あるあるですよね、こういう若手が単独やるってなったら、やっぱ一枚でも多く、より多くの人に見ていただきたいってなって、一族が集まってなんかね、はい、ちょっと正月みたいになるっていう。これちなみに一族っていうのは四季一族ですよね。四季一族って名前で言われても分からんけど、一回話したけど、前回話してたけど12人ぐらいのだね、はいはい、12人やったっけ、はいはい、17人やったっけ、それ2月のライブも来てくれるそうです。あ、じゃあまたこの光景が見れる見れるかもしれない。よかったですね。また後ろの席に、ね、座れたら立ったらいいですね。続きまして、今週ラストオンさんかな。単独お疲れ様でした。ネギメンベ差し入れた人です。ありがとうございました。ネギメンベね、あんなんあるんやと思いました。コントのバックライトの演出がすごく好きでした。ゲスト気になるあの子の片山さん呼んでほしいなと思う。我々の専属作家ね。いや、そうそうそう、作家ではないけど、作家じゃない、ずっと寄り添ってくる横で、専属寄り添い、専属寄り添い、座付きの寄り添いをしてくれるのが片山さん。片山さんの話とか聞きたいな。ちょっとメタルさんと聞くのとはまたちょっと全然違いそうだ。同期や。まあ確かにね。にわかさんとメタルさん、当時どう思ってたとかってこと。そう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 。ああ、なんかありそうやね。ありそうじゃない。うん。片山さん、でも片山さん呼ぶってなるとね、やっぱり気になるあの子としてやっぱ呼びたいからさ。あ、3人水沼さんもついてきたけど大丈夫。全然いいけど、カイト丸山もついて同期だけでいいな。カイト丸山出たことあるもんね、このチャンネルね。あ、そうか、ここで一回イケメン奥義っていう謎企画に参加してもらったことがあって、でもカイトそのイケメン奥義にバリ強かったもん。あれすごいよな、あの能力。まあ、上がってるんで見てください。ぜひね、回と出てる回だったらあるんで、はい、よかったらね、イケメン大喜利っていう回を調べていただいて見ていただきたいと思います、はい。というわけで、すいませんね、ちょっと別撮りになってしまいましたけども、ただね、それを功を奏して、1本動画が増えたと1本投稿頻度が1本増えたと考えることもできますね。水曜日以外に上がるってこと。水曜日以外に上げますよ、それもったいない。何考えてんだよお前。せっかく1本別で撮ってんのに、お前なんで水曜日にわざわざ上げて、もったいないな。別であげますよ。月曜とか火曜とかに上がってるんじゃないですか、これがね。そして、今週、まあ、皆さんが見てる次の回の、ネギラジからゲスト月間ということで、はい、様々なゲストが、登場してくれますので、楽しみです。皆さんそちらの方も、よろしくお願いします。お願いします。というわけで、今週のネギラジのコメント返信の保管は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。